ないほど切ないことを乗り越えるのはきっと誰だって辛いさ。僕は君のためにできることを考えてるよ、いつも君に元気もらうから。さあ悲しい顔をしないでも、明るい君が素敵だから。昨日は遠い夢だって、明日は少し大きく見える。空の向こうの向こうの絵、笑顔で歩いて行こう。ここから子さん。ママさん？え、パパさん？マータン、どうしていつもこんなに遅いの？あ、いや、仕事が忙しくって。ごめん、とっても疲れてるんだ。マータン、鉄の神、探偵になる。レイリー、切ります。犯人はこの中にいるんすかね？うん、多分犯人はメガネをかけた男の人だよ。なんでわかるんすか？映画始まったばっかっすよ。間違いないよ。ショコラちゃん、コケティッシュ。さあ、鉄の新ちゃまかも。鉄の神、行くわよ。ご主人と作曲家のロバートさんと弁護士のスミスさんを殺したのはあなたです。うそ、メガネの男っすか？すごいっすよ、ホームズ。ホームズ？あの映画の主人公、ホームズって呼ばれてたじゃないっすか。ああ。どうしてあんなに早く犯人が分かったんですか？ジージが推理物の映画やドラマのファンだからね。大体犯人は15分ぐらいで出てきて、容疑者たちの中で一番地味だけどしっかりした特徴を持っているものなんだよ。そういうもんなんすか。結局犯人の決め手は左利きだっただろ。ええ、そうっすね。最初の食事のシーンでも一人だけナイフとフォークの持ち方が逆だったからね。なるほど、さすがホームズ。そうだ、ホームズぐらいの名探偵なら探偵事務所を開けば大儲けできるんじゃないっすか。探偵事務所か。真実はいつも一つ。悪くないな、やっちゃおうかな。事務所？鉄の神の探偵事務所？ホームズは名探偵の素質があるっすよ。たった15分で映画の犯人も分かったっす。あら、それなら私だって2時間ドラマのサスペンスものは新聞のテレビ欄の出演者を見ただけでも分かるわ。知ってる知ってる、3番目か5番目の出演者が犯人なのよね。鉄の神、やめといた方がいいんじゃないか。映画やドラマと本物の事件は違うし、探偵なんて儲からないし。
骨折り損のくたびれ儲けがいいところさ。うん、そうっすかね。みんなが手伝ってくれなきゃやっぱ無理っすね。そんなことはなか。みんなが手伝ってくれなくても僕一人でやってみせるかい。何その自信は。何か根拠でもあるの。じゃーん、これを見るがよかったい。僕のヒー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 ちっちゃんはシャーロック・ホームズの作者コナン・ドイルの隣の家の飼い犬だったドバイ。コナン・ドイルの飼い犬ではないのでござるか。やっぱやめといた方がいいんじゃない。犬のホームズか。ん、ん、瀬戸様、どこかで聞いたような気もするが面白そうだったりなんかして。事務所ならわしのオフィスに余ってる部屋があるから使ってみたりする。やったっすね、ホームズさん。瀬戸様の道楽には付き合ってられないし。私たちは今回はパスね。うん、俺は付き合ってもいいぜ。本当？大穴さん、俺の勘は天下一品だ。よく言うわ。あなたの勘はギャンブルの勘でしょ。それもじっとも当たんないダメな勘よね。うん、大穴か。使えるかもしれんの。マジですか。大穴の競馬予想で何度損したことか。何言ってやがる。こないだの G1 の3連単は一点外で取ったんだぜ。当たったの何年ぶり。3年、いや4年ぶりかな。大丈夫じゃ。バカとハサミは使いようじゃ。バカって言うな。言わんのことじゃないし。そうか。瀬戸様、今回は拙者もお手伝いできないでござる。よかろう。大穴とビクトリアがおればなんとかなるじゃろう。なんで私が。依頼主は人間じゃ。秘書として手伝ってもらうぞ。ご愁傷様。ついたてはここでいいの。うん。なんですりガラスなんすか。依頼者のプライバシーを守るためじゃよ。ずいぶん本格的だよね。みんなこれからわしのことをボスと呼んでくれ。生徒様、ボスじゃ。はいはい、ボス。それって刑事ドラマの見過ぎじゃありません。雰囲気じゃ雰囲気。秘書のビクトリアはそのままでいいとして、お前たちにニックネームをつけんとの。大穴は山さん、鉄の神は。僕はホームズでいいや。じゃあ僕はジーパンでいいっす。お前は足が短いから短パンじゃ。なんじゃそりゃ。はい、こちらヒルズ探偵事務所でございます。はい、承知いたしました。ただいまお迎えに上がりますので、エレベーター前でお待ちください。早速依頼の電話よ。瀬戸様、お客様を案内してくるから人間に変身させて。ん、俺げにビントン兄くんよ。さあ、ここにおかけください。依頼者はレジデンス B の1830室にお住まいの片山様です。早速ですが、どのような事件ですか。温泉旅館湯煙密室殺人事件とか、寝台特急3億円盗難事件とか。いえ、そうじゃないのよ。誕生日に主人に買ってもらった指輪をなくしてしまったの。なんで探し物かよ。お客様は神様じゃ。それで指輪がなくなったのに気づいたのはいつですか。今朝よ。昨日ヒルズ内のパーティーがあってね、その時につけていたの。じゃあよろしくお願いします。あ、お客様、忘れ物です。あ、ごめんなさい。私っておっちょこちょいなのよね。you
いらっしゃい。何です、このワンちゃんたちは。うちの探偵事務所は犬が捜査員なんです。そうなの、じゃあどうぞ。ああちょっと待って、土足で入ってほしくないの。あ、今バケツと雑巾を持ってくるから。ごめんなさいね、こう見えても私とっても綺麗好きなの。あ、おっちょこちょいで綺麗好きか。ふむふむ、だいぶ読めてきた。あんあん、どうしたの鉄のシーン。あのね、うんうんうん、これでよし。あの奥様、綺麗好きとおっしゃいましたけど、外から帰った時は手とか洗います？もちろんですよ、手洗いとうがいは欠かしたことがありませんわ。わかったわい。真実は一つ、おめめは二つ。ひー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 、ちっちゃんの名にかけて。指輪はあそこたい。あのワンちゃん何やってるの？指輪は洗面台の上にあると言ってます。え、ああそうか、思い出したわ。パーティーから帰ってきて手を洗おうとした時に外したんだわ。ありがとうワンちゃん。どんなもんだい。ところがそれからは迷子の猫探し、犬のおまわりさん、ペレットとカラスの喧嘩の仲裁、あいつでござるか。修行に出たきり行方不明のシルコさん探し、まだ強くなりたいのか。家出したゾウの説得、うん、ラシッドさんちのね。もっと探偵らしい仕事はないのかよ。短パン山さん、そうそう殺人事件とか誘拐とかあるわけないっすよ。お客様だわ、みんな隠れて。 お待たせいたしま、あ、どうぞこちらに。うわ、どうしてママさんがここに。最近マータンの帰りが朝方になって。マータン、あ、主人がマサオというものですから。はい、それで。それでマータン、どうしていつもこんなに遅いの。あ、いや、仕事が忙しくって。ごめん、とっても疲れてるんだ。マータン、訪ねても仕事の一点張りで、ひょっとしたら私には言えない何か深い事情があるんじゃないかと思って。それは浮気。変なこと言わないで、パパさんに限ってそんなことは絶対にないよ。そうっすよ、ルミちゃんのパパはめちゃくちゃ真面目なんすから。そういうやつに限って陰では何をやってるか分かったもんじゃねえよ。そうなんですか。お客様、しっかりしてください。もう、大穴さんから。すまねえ、あれくらいで気を失っちまうとは。お嬢様育ちゆえ、ショックがありすぎたんじゃろ。ビクトリアさん、ママさんを家まで運んであげて。ええ、こうなったら、僕がパパさんの疑いを晴らしてみせるばい。パパさん、家に帰らないでどこに行くつもりなんだろう。もちろん、これのところよ。絶対それはないタイ。行くぞ。皆様、右手に見えますのが八本木ヒルズのメインタワーでございます。おー、高いっぺ。大儲けしていつかはここに住みたいって。だってだって。もう邪魔だっぺ。しまった、見失ってしまった途端。こういう時こそ大穴の出番じゃ。え？なるほど、
大穴さんの勘が役立つと期待。俺の勘が？大穴さん、パパさんは右と左どっちの方にいると思う？ああ、そういうことか。よし、任せろ。そうだな、こっちだな。じゃあこっちだ。おい、ちょっと待て、こっちだって言ってるだろう。いいから鉄の神明、なかなかやるわい。大穴さん、今度はどっち？こっちだ。じゃあこっちだね。あのな、大穴さん、今度はどっち？もう言わねえよ。そりゃ大穴だって怒るわい。20回以上聞いて全部反対側へ行くってんじゃからの。確かにそうだけど、大穴さんお願い、勘を働かせて教えて。バカにしやがって。よし、今度は勘とは反対側を教えてやる。左だ。ありがとう。あれ、ホームズ、右じゃないんすか？そろそろ当たる頃だと思うんだ。バカな、お前は。あれはパパさん。なんでパパさんが綺麗なお姉さんと。言ったろ、男なんてそういうもんだ。そうしたら突き当たりを下の方です。ありがとうございます。道を教えてただけのようじゃ。大穴さん。俺の鑑定当たんねえから。どうしたんじゃ。車の中へ乗り込んでしまったぞ。手が込んでるな。きっと車の中にこれがいるんだ。いいじゃねえか、どうせまた外れるんだろうから。とりあえずもう少し近づいて様子を見よう。よいしょよいしょ。パパさん、その格好は。鉄の神、鉄の神じゃないか。そっちにいるのは隣のポチ君だね。こんなところでどうしたんだい。あ、僕の格好が気になるのか。まあお前に言ってもわからないと思うけれど、交通整理のバイトをしているんだ。セレブナイトさんにだいぶお金を貸してもらっているからね。少しでも稼いで返そうと思ってるんだ。パパさん、立派だよパパさん。ほら、犬山、何ボヤボヤしてる、早く持ち場につけ。はい監督、今行きます。鉄の神、ルミが心配するから早く帰るんだよ。パパさん、頑張ってね。シャキッとしろよ。はい。やっぱルミちゃんのパパはいい人だったっすね。当然さ。それにしても大穴さんの勘って本当に当たんないね。うるせえ。それより今のお前の飼い主なんだろ。セレブナイトの借金は帳消しにしてやればいいのに。それはそれ、お金はお金たい、ちゃんと返してもらうたい。旦那様は IT 企業の社長をしていると世間一般からかけ離れた感覚を持ってしまうので、自ら工事現場で働いていらっしゃるのです。そうだったの。マータンのこと疑った私がいけなかったんだわ。マータンのために温かいお夜食を作ってあげようっと。ビクトリアさん、ナイスフォロー。お帰りなさいませ。お疲れ様。ようこさん。鉄の神、どうしたの。はい、もう一口。ルミ、おはようでちゅ。おはようパパ。いや、はい、こちらヒルズ探偵事務所。犬山様、
お支払いの件ですか？ん？そんなに？どうしたの、ビクトリアさん。今あなたのところのママが探偵の報酬として300万円払いたいって言ってるんだけど。ママさんからもらったらまたうちの家計は火の車たい。開業記念サービスだからタダにしてあげてよ。ねえ瀬戸様。鉄の神の家族じゃ仕方あるまい。もしもし、開業記念特別キャンペーンにつき今回は無料で結構です。それでは失礼します。へえ、それだけ調べてもらってただとは、今時良心的な探偵事務所たいね。わしもちょこっと調べてもらおうかな。私も頼みたいことがあるばい。ヒルズ探偵事務所です。はい、レジデンス C の犬山薫子様ですね。ばあばだ。鉄の神、お前んところのじいさんがばあさんのへそくりのありかを調べてくれと言ってるが、どうする？こっちは執事の木村さんだ。ホームズ、花さんが給料が遅れ気味なんで、その理由を調べてほしいって。おじいさんが夜な夜な八本木の町に繰り出してお姉ちゃんと遊んでるらしいから調べてって。全部うちの家族じゃないか。一体犬山家の人たちってどうしてこうなんだ。家族からは探偵料は取れないよ。しょうがない、探偵事務所はもう閉店だ。もしもし？飲んで透明になっちゃってたし。僕生まれてからすぐルミちゃんの家に来たから、お母さんの思い出がないんだよな。僕のお母さんってどんなお母さんなんだろう。会いに行って確かめればいいし。え、そんなことできるの？僕天才だし、わけないし。やった。次回ワンワンセレブ、それ受け鉄の神、鉄の神母を訪ねる。お母さん、それ受け鉄の神、来週も君見るよ。神田当たるって。